ドゥランゴ州、ゴメスパラシオ出身。弟は、グラン・ゲレーロ。トリニート、ハルカンスリアーノにいるャを学び、1990年9月19日に、地元である、ドゥランゴ州、ゴメスパラシオのインディープロモーションでデビュー。後に、プロモアステカに入団し、1996年から、ウルティモ・ゲレーロのリングネームで登場。1997年より、 CMLL に入団。1999年、タッグトーナメントの祭典である、トルネオ・グラン・アルテルナティバにブルー・パンテルと組んで優勝。2000年、サタニコレーブ・カネロとインフェルナレスを結成。2002年、メンバーを入れ替え、ゲレーロス・インフェルノ。2005年には、ゲレーロス・アトランティダと相次いでユニットを結成した。2009年には、 オララグネロを結成。2008年には、アメリカの団体である t n ネの、ワールド X カップに出場し、優勝。日本には新日本プロレスに参戦している。2014年9月19日、ルチャリブレ生誕81周年記念大会、CMLL。 アニベルサリオ81にて、CMLL 頂上決戦となるアトランティスとの、マスカラコントラマスカラ戦に1から2で敗れ、マスクを脱ぐことになった。逆立ち式コーナードロップキックフィニッシュホールドその他、得意技。ありがとうございます。